電車が入ってきました。その音の情報をこちら自動販売機の上に文字と手話によって伝えてくれます。 JR 上野駅のホームに設置された駅マトペは AI 人工知能を使って駅のアナウンスや電車の発着音などをリアルタイムで変換し視覚化する装置です。富士通と JR 東日本大日本印刷が共同で15日から実証実験を始めました。電車で学校に通う老学校の子どもたちの声をきっかけに開発されたということです。半年間の実証実験を経て早期の実用化を目指すことにしています。